これね、この右上のファイトマネーを確か20万ファイトマネー、もしくはリアルマネーで、リアルマネーでね、いくらだったっけな、800円だか1000円だか払うとファイティング ID 買えれます。僕も昔のあの Z ファミリアタグから、あ、10万だっけ、10万でいけんのか。1000円と10万。ノーブル君じゃん。ノーブル君もういける？ノーブル君ともうやっちゃうか。いや、確か、うん、俺確かね、そう、20万だよね。名前変えるって。どれだっけ？シャッ。あれ、通信中。まだ厳しいですね。週刊サム、あ、お疲れ様です。じゃあ、予定通り3時からでお願いします。就活とか懐かしいな。あれ、通信中長いな。スペシャルだっけ？あ、こっちになっちゃうんだ。これは？ちょ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 、バッテン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 、どうせいいのこれ。あ、ゲームを戻るにはこっち。その他のサービスか。あ、そうだ、これで帰れます。気まぐれ占い、全然やってないな、これお願いします。うわ、3枚へ。お？マジ？いいアイテム、これ。お？マジで？え？ EX とかもらえちゃっていいの、これ。これ結構レアなんじゃない？そうだよね、カラーもらえちゃった。やっぱりオーブがたくさん。道場占い。就活の思い出は一応しましたよ。まああんまりいい思い出じゃなかったね。あれがいい思い出だったら俺多分普通に就職してたんだろうな。ギルの白黒カラー、白黒カラーってよく見るな。あ、ネモがそうだ、ネモ白黒じゃん。俺が格ゲーマーじゃなかったらどんな職に就いてましたわ。地方公務員の試験は受けて、で結構進みましたから、地方公務員になってる可能性ありましたね。お、ユリアン、これ悪の総帥じゃない？カラー的に負けたらオジリーグ。全然違った、すいません。オモノスさん、この組み合わせね、一時マジでスーパー仕上がったと思える時期が来てました。投げる、でまた飛びます。今度はう
馬使う人からの完全に一回壊しを重ねてから後ろ投げにします。今頃二次のパパだったら普通にありえるよな。それね、俺がでも想像した未来だったんですよ、当時。このプロゲーマーになるか安定した職に就くかで、安定した職に就いた時にもしね、プロゲーマーたちがテレビとかでバチバチやってるの見たら、いや俺後悔するんだろうなと思ったね。痛い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 、あちゃー、うんうんうん、これは、ああダメ、蹴ってみる、オッケー、ゆうちゃん式です。それやろうとすると中足とかね間に合わないっす。基本的にそのユリアンから離れてる位置に張ってる張り方なんで、相手に攻撃しようとすると結構ね歩かないといけないんですよ。で EX タックルとかも間に合わないと思う。まで、で小足で粘着します。俺が小足中足打った時だけ頑張りです。光ったら V シフト、光ったら V シフト、光ったら V シフトで、光んなかったら OKオーケー、ズバーン、よし、こんなところでしょう。エアコンの温度を下げて、あ、出した。それで皆さん3時まで趣味の時間に入ります。母親のワクチン2回目行ってきました。土屋さんの周りの親戚などはもう終わりました。お手紙は届いてるみたいなんですけど、なんかね、まだ行けてないみたいです。でも、なんか、打つみたいですよ。ワクチン。早く俺らの年代まで回ってこないもんですかね。